はい、こんばんは。16時になりましたので、6周年記念ガチャ引いていこうかなと思います。はい、6周年おめでとうございます。はい。で、ちょっと、新規も気になるんだよな。このタイミングで来るキャラって何なんだろうな。エレノアとかさ、なんかアイリス2のミウエとかいるからさ、M 闇とか来るのかな。グラス枠ですよね。グラス、M 闇とか来そうなもんですけどね。この二人と、新規枠は、どこでしょう。ジュダ!あ、ジュダ!え、しかも光線なの。早くない?光線ジュダって、新規したばっかじゃない?まだ。去年とかですよね、多分。もう来るんだ。へえ、なるほどね。じゃあ、OK です。じゃあ、なんかビンゴミッションとかも来て、はい。じゃあ、はい。じゃあ、ガチャの方引いていきますか。はい。なんか今、決勝の方、うるせえ決勝の方で、あれですね、なんか、レフコス、アスララケが手に入るらしいですね。で、あれ邪神ハルがなんか3つ目って見えたんですけど、あれなんか寝やすって言わないな。寝下がりしました。この前、5周年の頃って確かね、アスラが先に来てた気がするんですよ。だから、アスラが逆に寝上がりした感じかな寝上がりしてますね。まあでも1個目で一応新ギア、瞬間移動のやつ手に入るんで、まあとりあえず250は確定で買おうかなと思ってます。はい。まあ、とりあえずチケットの方でまずは引いていこうかなと思います。その前にね。うん。はい。いやー6周年、ちょっとね、去年がちょっと割と引けなかったのかな結構。まあでもアスラ引いたからあれですけども、今年は引けるのか。まあ前回と違って2体しかいないので、いや、弾けるかな?頼むぞ。せっかくのこういうおめでたい時ぐらいはやっぱ弾きたいよね。うん、まあ別にコラボも弾けてるっちゃ弾けてるけど、せっかくだったらやっぱり、周年キャラの使ってみた出したいわけじゃないですか。はい。はい、二つあります。ほんとラストの方ですね。90ですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8で90。次2連チャンですね。はい。よし6周年いや、マジで来た本当に来た輝きますぞよし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 とりあえず、ミウエ来ましたね。はい。で、次、エレノア来たりするかな?さすがにね。あ、アスラの話したらアスラが来ました。噂をすればってやつですね。はい。で、はい、ここで、とりあえず10連幸先がいい感じになりますね。はい。とりあえず、ミウエ引けました。これ、とりあえず、ミウエの使ってみたは出せると。はい。いいっすね。この流れを無駄にしないように連続で引いていきましょう。はい。頼むぞ。もうロードとかは正直もう信用してない。ロード来てもなんか不発の時あるし、来なくても普通に当たる時はあるので、ロードは特に気にせずに、はい、1個あります。これ何個目かな?ラスト?これ何個目 ?7 個目ぐらい?わかんない。1、2、3、4、5、6で、次あたりかな?はい。頼むぞ!さっきからバイクうるさい頼むぞ!エディか。ブンブン言ってますね。ブンブンじゃないんだよな。ガチャガチャしなきゃならんので。はい。頑張っていきます。ラスト!もうラストか。じゃコラボで使っちゃったからな。いやー、出るか?まあ、ミウエ出た時点でもういいっちゃいいんだけど。頼むぞ。せっかくだったらどっちもやっぱ使ってみたわ。出したいよね。はい。はい。はい。お、ラスト、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。ラストにふさわしい。はい。1個あります。銀率高いってことは、逆にこの虹に収縮されてるんですよね。はい。5個目。いきますよ。2、3、4。ここでもうね、はい。エレノア来ます。はい。わかりました。もうここエレノアですね。はい。ジュダー早速新規したジュダ来ましたね。はい。ということで、昇格も特になしと。はい。じゃあ、わかりました。じゃ、とりあえず、ギア手に入れたいので、ジュエルの方課金してきます。はい、購入してきましたので、これでジュエルの方で最後引いていこうかなと思います。40連目ですね。44連目。いきます。はい。性能の方どうなんだろうな。1ポイント間の間、瞬間移動ができるロブ ×1 とかが、まあ一番無難だけど、それだとあんまり執念っぽくないから、何かしらはあるんでしょうね。はい。一個一応あります。はい。三つ目っすね。結構早め。はい。いやー、銀率結構高いか。まあ、その分詰まってると思えば全然いいんすよ。うん。次で、とりあえず来るので、はい。マジで、エレノア、頼むぞ。
本当に、いや、エンマ、まあ、君もストーリーキャラだけど違うんだよなあ。コート属性、あ、コート属性違うか。ミュウエの方がハードですもんね。クレーキャラ来ねえかなーって思ってたけど見事に来ず。まあでもミュウエ当たれたんでね、全然当たりだと思います。はい。で、まあこのまま終わるのも早いんで、ちょっと ギア見たいんですけど、どんな感じなんですか。エリアとマッチポイント GGS 回復、あ、相手のマッチポイントで、で自身が GS を3回打球すると以降 GS 封印状態。あー、3回しかできないっていう一応上限が決まってるわけですね。はい。打球時6打球間瞬間移動取得。あー、打球間も制限あるんだ。でスマッシュ時 SS ゲージプラス 7%。 おー、スマ7は強いですね。でボレーで SS ゲージ4。おー、じゃあこれダブルスとかでも使われるのかな、どうなんですかね。の強化状態になるロブショット2回と。あ、2回あるんだ。へー。で回復する手段も、マッチポイント時ぐらいと。まあ GS 回復のキャラはいたりするので、まあやっぱそういったキャラと合わせる感じになるのかな。まあそれこそエレノアとかは GS 回復があるので、もしかしたら合う可能性はありますよね。てか見た目も多分エレノアモチーフで作られてるので、まあ多分エレノアに合うように作られてるんでしょうね。なるほどね。ちょっとエレノア出なかったから、その検証はできないんだけど、まあいろいろ遊んでいきますか。はい。2回できるなら、そうですね。まあ新エレンに持たせてその立体軌道切れた後ね、これで繋ぐとかもできるし、なんか面白いことできそうな感じはしますね。はい。ワクワクしときます。はい。ということで、こんな感じでした。はい。ということで、結果としましては、ミュウエが引けたといった感じになりました。はい。ありがとうございます。ということで、まあ、もしよければね、皆さんのガチャ結果とか書いていただけたらなと思います。ということで、じゃあラストをお忘れなくやっていきますか。一応週末なのでね、月曜じゃなくて週末なので、喋っていくと、まずコラボのルーンですね。これの交換とか、あとタワーのルーンとかも更新されます。あとはゴールド不足の方はこのテニスオール交換とか、あとは情熱のルーンも期限が切れます。ここら辺のイベント系も多分まあコラボ系もなくなりますし、プレゼントマッチとかも結構あります。ここら辺忘れないようにって感じですね。ビンゴミッションとかは入れ替わっちゃったのかな。まあそっちはしょうがないですけども、まあ他のものとかもコラボ系は結構ね終わってしまうので、そこら辺は忘れなくて感じですね。まあコラボガチャとかもね終わってしまうので、ああこういうなんか無料ガチャとかも忘れないようにしてくださいね。これ毎日、おー、何、お、びっくりしたソアラね、はいはいはい。で、まぁ、あ、こんな感じで無料ガチャがあるので、まぁ、あ、下の方にもあるかな？うん、ここら辺忘れないようにしてくださいね。はい。これで引き忘れがないようにと。あとは一応入れ替わりというか、まぁ、あ、明日なくなってしまうので、まぁ、あ、ここら辺欲しい方は後悔のないようにって感じですかね。まぁ、あ、性能で言うと、まぁ、あ、最近新規キャラとか結構強かったりするから、まぁ、あ、暴走とか、その、ぶっ壊れってほどじゃないかもしれないですけど、まぁ、あ、普通に強いので、まぁ、あ、引く価値はありますね。まぁ、あ、灼熱とか雪コート出張もできるし、あとスターストーン持ってたりするので、まぁ、あ、全然引く価値はあるかなっていう感じではあります。まぁ、あ、本当、まぁ、あ、どっちかっていうと性能ってよりかは、戦型の命が求められるというか、今はまぁ別に他のキャラでも全然やれなくはないので、必須ってわけではないですけども、まあ、今後使うかもとか、あとはコラボって復刻するかわかんないので、まあ、そういうレアさとか、そう、希少性で求めるのもありですし、まあ、作品が好きなら追うのも全然ありだしねって感じで、まあ、そこら辺は個人に委ねられるかなと思います。一応こっちはこっちで多分強いと思うので、まあ、そこら辺は頑張って決めようって感じですね。はい。ということで以上、ガチャ動画でした。ということで、まあ、使ってみた動画に関してはこれから上げる予定なので、お待ちを。ということでここまで、あずました。お疲れ様です。